最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってシーヒーロー、残り 100m、 シーヒーロー抜けた、チェロキーラン追いすがります。シーヒーローゴールイン、シーヒーロー1着、2着にはどうやらチェロキーラン、勝ったのはシーヒーロー、見事な勝利です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのはリバーガール、あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。リバーガール先頭、2番手は当選だがやはり強い、リバーガール、リバーガールゴールイン、リバーガール1着、2着にはどうやら当選だがリバーガール、見事1番人気に応えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は桜ローレル、桜ローレル先頭、ここから引き離しにかかります。2番手はイージーウィンド、イージーウィンド必死に追います。この差は果たして縮まるか、やはり桜ローレル先頭だ。後続は大きく離れた。2番手はイージーウィンド、完璧です。圧倒的な強さを見せました。桜ローレル1着、2着はイージーウィンド、これは桁外れの強さだ。桜ローレル今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。
さあ最後は大外枠のミシルゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ前に行くのはどの馬か。メジロパーマー前に行きそうです。ウイニングチケットそれに続いています。さらにはルアズー6番ザ・ファントムチャンス、その後ろミシル後方からもう一度先頭から先手を取ったのはメジロパーマー、大きく離れました。ナイスシャワー並んで13番メジロマックイーン、レガシーワールドすぐ後ろ、内からはルアズー好位置をキープしています。東海帝王この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気の東海帝王現在先団です。メジロマックイーン前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはメジロパーマー、大きく離れました。ナイスシャワー 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。もう一度先頭からメジロパーマー先手を取りました。そして大きく離れてメジロマックイーン、この位置です。緑の帽子ナイスシャワー、その後ろすぐ後ろにレガシーワールド、大きく離れましたルアズー、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。この辺りで先頭が変わりました。メジロマックイーン、メジロパーマー、ほとんど差がありません。レガシーワールド3番手、東海帝王いい位置です。さあここからどうか。メジロマックイーン先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はレガシーワールド懸命に追いすがります。東海帝王いい足、ここから勝負をかける。残り 200m メジロマックイーン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。東海帝王かわす、東海帝王1着、東海帝王完勝、東海帝王1着、2着はメジロマックイーン、これが絶対王者だ。東海帝王